とです。じゃあ、最初はやっぱりカラーピティですね。それからそれからマイメロディですね。次がポンポンプリンで、そしてシナモンロールと、最後はごちゃっこです。多分ね、これで全種類だと思います。なんかね、クイズが書いてあるね。じゃあね、全部開けていこう。まずはね、キティちゃんから、チャームポイントはリボンですね。こんな感じ。出来がとってもいいですね。マイメロ行きます。マイメロの宝物、答えはね、ズキンでした。ほうほう、これはさ、いちご味なのかな？ポムポムプリンが詰めてるものは、答えはね、グツですね。うちのワンコはさ、なんでも欲しがって取っていっちゃうけどね。次はね、シナモンです。シナモンの尻尾は何に似てるでしょうか？答えはね、シナモンロールですね。なるほど、なるほど。この子だけさ、ちょっとちっちゃい気がするね。最後はね、ハピダンブリのポチャッコですね。好きな食べ物はバナナアイスですね。はい、全部揃いました。ほんとさ、よく出てるね、これね。食べるのもったいないけど、キティちゃんから、いただきまっちょ。コリコリ甘くて美味しいね。おお、これはさ、子供のお菓子とはいえさ、なかなか美味しいですね。多分さ、富士屋さんだから、アンパンマンのやつと一緒なのかな？マイメロも行きます。おお、これはね、やっぱりイチゴの感じがするんだけど、成分はね、他のとほとんど変わらないですね。これはさ、心の問題かもね。ポムポムプリンも行きます。やっぱり美味しいね。本当ならさ、こういうチョコはさ、なめなめして食べるものなのかね。シナモンも食べちゃいます。ああ、これね、少し厚いですね。ほらほら、やっぱりね、ちょっと厚みがあって、大きさは同じなんだね。姫はね、ポチャッコさんです。味はやっぱり一緒ですね。すごい熱くてもさ、溶けない感じのチョコでさ、とっても食べやすくて美味しかったです。ごちそうさまでした。VTuber